カンナマの裁判について知ってほしい。カンナマとは、ナマコンのミキサー車運転手による労働組合だ。ストライキも辞さない厳しい姿勢で経営者に恐れられた組合だ。そのカンナマの組合員が次々と威力業務妨害などで逮捕され、長期間拘留された。でも、それを報じる大手メディアはない。ジャニーズ問題、松本人志事件などと似ている。7月15日、カンナマは FCCJ 会見で労働組合運動の弾圧に関して国外訴訟を戦っていることをアピールした。私たちの労働組合は関西で、生コンクリート産業に従事する正社員、日々雇用、アルバイトを問わず、企業を超え、組織する欧米の労働組合と同じ産業別労働組合で、私たち通称カンナマと呼ばれています。 Our labor union is an industrial labor union similar to labor unions in the western countries, and we are made of workers, regular workers, irregular workers, daily workers, and we consist of such workers in Kansai who work with the ready-mix concrete industry. And we organized cross-border across different countries, different companies. 皆さんに会見の場で訴えたいことは、私の、所属する、カンナマに憲法28条を適用させず、警察と検察が大阪、滋賀、和歌山、京都で、産業別労働組合活動として取り組む建設現場へのコンプライアンス活動やゼネラルストライキや労働争議などを刑事事件化し、延べ89名を逮捕したことです。はい、その事件の中で私は、逮捕8回、起訴7回、されています。逮捕された時にですね、黙秘権を行使すると、当然のように、人質司法というものが行われます。弁護士以外の接見は禁止で、644日間の、長期拘留をされました。現在は、保釈中です。 in my case, I have been arrested 8 times. 自民党と維新の会、カンナマを激しくディスっています。足立さん、カンナマディスりに余念がありません。ちょっと足立さんの様子見てください。で、私は今回のその大量の逮捕でですね、この連帯の関西生コン支部が、なくなればいいと思いますが、これなくならないんですね。労働組合法というですね、立派な法律がありまして、守られているんですね。で、これ私は労働組合法について、多少存じ上げてますが、やっぱり何らかの指導とか解散命令とか、そういうものがあってもいいような気がします。